今日から6月1日ということで、まあ、6月1日だっていうことですね。はい、1週間分のお便りが、来てますので、それをたったか紹介して、いきたいと思います。それでは、まずね、どれに、いやーすごいね、1週間でも相当な量ですよね。ではね、ではまず、今週もルルさんのお便りから、紹介します。日本は終わってるのかっていう、ことについたコメントです。昭和10年代初め生まれの私の先生、女性は地方のお姫様の子孫で、その方のおばあ様がお母様に東京に行け東京に行けと言って育てたそうです。それでお母様が東京に来て先生を産み、今度はお母様が先生にアメリカに行けアメリカに行けと言って育てたそうです。先生はご結婚され、お子さんが自立された後、ご主人の転勤についてアメリカに行かれましたが、勤務期間を終え戻ってこられました。その後お子さんたちがアメリカ人とご結婚され、お子さんたちはアメリカに住まわれ、先生はご主人と日本で2人で暮らしておられましたが、先生が亡くなられ、ご主人が一人暮らしになられました。現在は息子さんがアメリカから帰国され、お父様のそばでアメリカでのご経験を生かしたお仕事についておられます。別の昭和一桁生まれの先生かっこ女性は地方の農家の跡取りです。子供が自立しても近くに住むに越したことはないというのが昔からの思いだったようです。外国を見に行ったとしても帰ってくるようにと願うような気持ちがあるようです。先生は私に、偉くなって幸せになった人はいるか、幸せとは人と心を伝え合って生きることだよと教えてくださいました。昭和30年代初め生まれのまた別の先生過去女性は、才能があり海外に移住し才能を発揮され、その国の人と結婚されました。ご両親は日本で地方に物件を買い引っ越されました。先生が60代になり、ご両親が亡くなられ、ご両親の住んでおられた家にお一人で戻ってこられました。先生はやはり日本の方が心が安らぐんだそうです。ご両親の眠る日本に眠りたいと言っておられました。日本には知り合いがないと言っておられましたが、今は仲間を見つけ才能を生かすお仕事の仕方を探しておられます。私は若い頃友達から、あなたは心にヒュッと引っかかるひだがあると言われたことがあります。井川さんのおっしゃる心の中の産毛と同じだったら嬉しいなと思います。そんな私がワイシャツを着たちゃんとしたサラリーマンを初めて見たのは33歳の時でした。新宿でバイトした時に交差点でサラリーマンの大群を見たのです。衝撃でした。テレビドラマで見るサラリーマンがたくさん目の前にいたのです。かっこいいと思いました。私は勝ち組負け組の話は全く興味がなくどういうことなのかも知りませんでしたが、井川さんに教えていただき初めての社会勉強です。また娘たちがこれから社会に出るので学びたいです。娘は長女が美大生、次女は高校生です。ということでね、ルルさんが、今までに出会った昭和10年生まれの先生とかね、昭和一桁の先生、昭和30年代生まれの先生、僕の雑感で言うとね、まあ、よく古き良き時代って言い方しますけど、それは言ってみればのんきだった時代とも言えますよね。こういう、まあ、例えばまず東京に行けと、まあ、その後まずアメリカに行けと、そういう先に、自分の今いるところではないどこかに、あなたは才能があるんだから、そこにきっとあなたが避ける場所があるんだっていうことを、推奨していて、もちろんみんなでそれを残った人も含めて祝福して応援したっていう時代があると。でも僕らの時代、僕らよりも若い大学生や高校生からすると、
そういうことやって国がボロボロになったんだろうっていう気持ちはどこか少なからずあると思いますね。うん、まあだからこんな日本を捨てて、こんな日本は終わっているから、もっとどっかさらに違うどこに行く。だから今だとあなたの才能を発揮する場所はここではないからっていうよりは、もう沈没する船に一刻も早く逃げようっていう送り出しも、利己的である。昔だったら利他的、あなたのような人才能は、もっと広く世の中の人を救う、助けることができるからこんな田舎にいないでっていう、あの、まあ、やってることは一緒ですけどね、そういう風な送り出しが、まあ、今は、まあ、沈没する船に一刻も早く逃げようという風に、まあ、若くてですね、まあ、才能があるかどうか、そういう風なことしか考えられない人が才能あるとは思いませんけど、そういう風に、まあ、お金があるとかね、そういう人はそういう風に思う傾向があるかもしれないね。もちろん世界は広いから、本当に、日本は世界との関係性を保たずには、塩一つ、砂糖一つ、日本の中に入ってこないわけだから、塩も砂糖もね、何もかも、全部、自給自足でやるっていうようなことを現実的には考えにくいと。だからまだまだグローバル社会なんだということですよね。だからそういうものを、その恩恵も受けてるだけに、その簡単にグローバル社会みたいなことを否定もできない。だけど、まあ、自分の活躍する場所がこのないなと思って、勢いがそがれてるというかね、ない、若い子がいっぱいいることも確かですね。でその子たちが何にイライラしていて、何に、当たりたくて、何に失望してるのかっていうことを、ついぞ上の世代は、そういうことにまで気が回らないっていうことが問題だよなとは僕は思いますけどね。はい、次、藤田さん、これだけ世の中に勝ち負けという言葉がはびこるのは、成長段階において人と関わるときに起こる摩擦を十分に経験できず、不完全燃焼な反動もあるのではないかなと思っています。勝ち負けを超えた境地に達するには、ある程度勝ち負けにこだわる経験も必要だと育児を通して感じています。娘は小学4年生からバスケットボールを始め、中学の部活では部長を務めていましたが、勝った負けたでしょっちゅう泣いてました。でも親の私は勝敗よりも一気に駆け抜けるドリブルや、シュートのしなやかなフォームや、嬉し泣き悔し泣きでくるくると変わる少女たちの表情をまぶしく感じ、成績よりも、文字が丁寧で綺麗なことなどを評価していましたが、いくらその評価を伝えたところで、その真っ只中にいる娘には分かりません。生真面目な娘は部内で孤立して学校に行けなくなった時がありました。親子の関係を深め、娘が成長するチャンスでもあると思った私は、娘や娘の友達や父兄、学校との関わりに力を注ぎました。学校を休んでいた娘には、朝起きたらまず顔を洗ってご飯を食べよう、家を出て歩いてみよう、校門を一緒にくぐろう、うまく教室に入れたら一限だけ受けてみようか、無理なら保健室に駆け込みなさい、大丈夫だったら次は2限だけ受けてみて、辛くなったらすぐに迎えに飛んでいくからね、というふうに一つずつ区切って根気よく付き合ううちに、娘はまた学校に行けるようになりました。部活や支配にも頻繁に顔を出し、部員たちの送迎を進んで申し出たり、差し入れをしたり、写真好きな旦那さんは部員全員のフォトアルバムを作って配ったりと、自分たちも楽しみながらできることで親御さんたちとも交流を図りました。いや、大人になってから後々屈折した形で勝ち負けにこだわることになるより、傷が小さく済むうちに、本人の気が向いたことでなら思い切り正々堂々と競わせたり、辛いことも反省しながら向き合わせるように仕向けることも時に必要だったと思っています。その上で、よくやってるね、大丈夫だよと見守るおおらかさと、一緒にご飯を食べる余裕があればいいのだと思います。もし娘や息子から日本は終わってるのかと聞かれたら、まあ日本が終わってようが自分の人生は終わっていないのだから、工夫してより楽しく生きようよって答えます。まあ
まあ、今の若い子供がいる、まあ、僕もいますけど、親はそれなりに気苦労ありますね。何を提示したらいいのかっていうことは思うんじゃない？お金を稼げばいいのよっても言えないしね。まあとにかく明るく元気で健康にいいなんて言ってるけどね。勉強しなさいって言ってみたりね、もっと片付けしなさいなんて、まあ、いろいろ、おろおろしたりしてるんでしょうけど、まあまあそうね。まあとにかくいろいろそのまあ勝ち負けが必要な時期もあるしね。でもまあ子供がいて、学校がちょっと地方だったりすれば、子供の行事に参加することで自然にコミュニティっていうのはできたりまあするし、まあ、学校もそういうことをとても促しますよね。親御さんにいろんなことさせてみたり、バザーやったりなんだりっていう。だから、僕らみたいにこのイカヒコ塾だとかカフェだとかっていう風にして、まあコミュニティを無理くり作んなくても、なんとなく子供がいれば地域の何かに参加したりだのなんだのっていうことは、まあ行政をね、先生も温度取ったりしてやったりするものなんだと思いますよ。ただ今は子供がいるって言ったって、少子高齢化だし晩婚だしね、まあ一人産んであとはせいぜいってなもんだとするとね、やっぱりその学校子供頼みで、コミュニティに参加するって言ってもせいぜい5年、まあ長くて10年ってどこじゃないですか。そうするとその後どうするのかっていうことはいっぱいあるわけでね。でまあその地域がなんとなく同じ産業をしてるとか、同じような金銭感覚なんだっていうことならまだいろんなことがうまくいくかもしれないけどね、そうじゃないとすると、まあそうじゃないとすると、まあ、私立の学校に入れて似たような金銭感覚似たような、価値観の人たちで集まるっていうことなんだと思うけど、そうするとね、まあ、弱い人の気持ちが分からなくなってみたりね、上には上がいるってなもんでね、結局まあ競争だけでは自分の居場所っていうのは見出せない、競争することで見出せる人もいるけど競争では見出せない人がいるわけで、僕らカフェっていうのはそういう、いろんなものの言っちゃ悪いけど最後のっていうかセーフティーネットみたいなとこあるだろうね。まあ僕らの下にはさらに行政の、いろんなセーフティーネットもあるんでしょうけど、より良い生活、より、まあ自分の理想に近い生活をするっていう上ではね、カフェっていうのは大きな役割を担ってるというふうに自負しています。はい、次、じゃあ星野さんでスロック。ちょうど10年ぐらい前にトランジションタウンという活動を桐生の仲間とすることになり立ち上げました。井川さんのおっしゃるスロックに似たコンセプトのもので持続可能な暮らしをしていこうというものです。イギリスのトットネスという町で始まったものだそうで、桐生で立ち上げた時には日本で他に10箇所ぐらいのコミュニティがあったような気がします。国分寺の地域通貨分寺もつながりがあるみたいです。今はもっとコミュニティが増えてるのかなと思います。桐生では311をきっかけに活動 が加速してオーガニックマーケットを開いたりしました。生活のありとあらゆることに応用できたとは思いますが、メンバーそれぞれにいろんな変化があって、私も息子の学校の関係で引っ越しをしたりしてコアメンバーが集まれなくなったので桐生トランジションは2016年に解散しました。メンバーはそれぞれ元気でそれぞれに活動しています。結婚したり新しい命が生まれたり家族が亡くなったりいろいろありました。今回のコロナでまた同じメンバーで集まろうとはならないのだなと思っています。変化してしまったんだと思います。それぞれつながりはあるので緩く助け合っているという感じです。私自身も変
ご縁が変化したし、9年ぶりに帰ってきた桐生でも新たな出会いがあったりします。今のご縁でできることをやっていくんだと思います。オープンとコネクティッドは新たな挑戦だと思います。そうですね、このスロックっていうのはスモールであるっていうことなんだけど、スモールでローカルである、だけどオープンでコネクティッドであるっていうのはインターネットを使わないとできないところがあるし、まあ、今の若い人たちの感覚ですかね、あまりこうわだかまりを持ちたくない、持たないっていう、だから若い人たちにはね、このスロックの、コミュニティを作るっていうのは頑張ってもらいたいよね。難しいけど、人間はどうしてもスモールでローカルになると、クローズになるからね、で、まあ、それだけハイコンテクストになるってことだけど、だから矛盾してるってことだよね、小さくやるってことはハイコンテクストになるわけで、そうすると新しい人はそのルールがわからないので参加しにくいっていうことだけど、スモールでローカルででもオープンでコネクティッドにするっていうことが、一つの挑戦だと思います。次、じゃあ生クリームトッピングに、シャビーがつけてくれたコメントです。街でたくさんの人とすれ違っていると、みんなが友達だったらいいのに、袖振り合うのも多少の縁なんだからって思うんです。一方で誰も触れないでくれ、ほっといてくれ、干渉してくれるなとも思います。人が社会という塊に見えた時に湧き起こる苛立ち、それは長いこと培ってしまった恐怖心から来るもんだと思います。人がちゃんと個人に見えるよう想像力を取り戻したい、今はリハビリ中です。インターネットの力を借りてたくさん発信をする、それはみんなに届けているんではなく、もしかしたら誰か個人とつながれるかもしれない。誰かとつながるには自己紹介をし続けないと消えてしまうと感じるからです。そんなことをしていると時折本当につながれる時がある。おかげで昔より少し人が温かく感じられるようになってきました。日野さんはまっすぐな人ですね。毎回面白い思い岡彦を楽しみに見ています、ということで、人は塊に見えると、人はまあ塊になると暴力的になるし、雑になる、それに対してとても恐怖を感じているので、嫌だと。でもそれはそれで、また一人ずつの付き合いだけだとどっか寂しいところもあるよねってことですよね。まあリハビリ中って書いていたけど、まあ僕はいつも言ってるけど、人間っていうのは多面性があるので、いい人っていうのがいるわけじゃないよね。いい人とか悪い人っていうのがいるわけじゃない。もともと性善説だとすればみんないい人、性悪説だったらみんな悪い人。でもそれをいい面だけに光が当てるように、設計するっていうか、目を配るっていうことが、僕は自分がの経験でそういうことができているところは割と居心地がいいなっていうふうに、自分の経験上思います。でもそういう人は物事を過剰書きには見てないね。物事を多面的に見ている。なんとなくこう、なんか一言声かけるとかね、そういうことが、まあ、目配りができてるっていうのかな。なので目配りができる人が増えれば、このようにシャビーのように思う人が少なくなるってとは思いますよ、理屈上ではね。でもそれはまあ余裕だったり、生い立ち的なものもあったりするので、まあ実際そういう人がいる中でどうやって付き合っていくかということになると、まあ趣味で付き合うっていうのは一つだろうね。人間性には触れない、人間性よりはまあその自分の好きな趣味、何か共通の何か目的を持った人同士、ボランティアでもいう人たちだと、まあ、一つの目的があるから、逆にその人の本質に立ち入らずに済むっていうことはありますよね。でもまあ僕はやっぱり人間の本質に興味があるので、その本質に立ち入りたい、っていうところがあって、まあそれが暑苦しいっていうかね、なんかいつも見透かされてるようで嫌だって思う人がいることも分かってるけど、やっぱりその人のなんていうかな、こうボーリングっ
してった時にこうぶち当たる岩盤っていうのかな、その中に流れてる水脈っていうのかな、そういうものに当たった時に、なんかその人あまあってこう受け入れられるっていうところがあるように気がします。はい、次。選挙に出る、選挙に出る、あ、これはルルさんの今日の日はさよなら を作詞作曲された方が選挙に出たっていう話を受けて、言ったことについた前島さんのコメントです。今日の日はさようならは臨床で小学生の時かな、歌った記憶があります。懐かしいです。思ってることを目の前の相手に伝えることの大切さ、とってもシンプルなことを最近痛感しています。その大切さを井川さんのお話からルルさんが受け取り、ルルさんのコメントから私は受け取らせていただきました。今日はご近所のお花好きのおばあちゃんの家の前を通りかかって、お家のフェンスに咲いている、テイカズラの花がいつも綺麗なので、綺麗ですねとお声をかけました。そしたら花好き同士花談義になり、しばらく捕まってしまいました。時間があるからね、いつもスミレの花の種を摘んで撒いているのよと、その小さな種をたくさんお裾分けしていただきました。今日は穏やかな一日になりそうです。もうこういうコメントを書いてる途中からね、恥ずかしがってるっていうのが伝わってきていいですね。じゃあ姉妹は何を思ったか、まあ、ザ・ピーナッツのことについて、まあ、ちょっと、経路を変わった感じでやったのに、ヌノピーが、今回は今までとちょっと違った感じで良かったです。曲およびその時代背景の解説があって、いかにもラジオらしいと個人的には感じました。3ヶ月に1回とかでもいいので、今回みたいな感じのもぜひ聞きたいと感じました。なるほど、まああるよね、堤恭平とかで やりたいよね。あの、うん、まあありますいろいろ、昭和歌謡っていうのは何なのかとかね。では、その姉妹は何を思ったかに、サチエ・アズ・ビーさんがコメントです。歌うことと踊ることの稽古の繰り返し、傾けた情熱は何のためだったのだろう。何かに糸引かれ、目隠しされたまま私たちは歌ってきた、最初から最後まで。世の中にはいろんな見えない力があって、本人たちの思いとは裏腹に物事が進むこともあるんでしょう。それは有名になればなるほど見えない力も大きくなるんだと思います。クリエイターでさえもその力に翻るのかもしれません。表現者にとって自分の思いに反するもの、腑に落ちないものを表現することは屈辱でしかないように思います。それでも気持ちに折り合いをつけて表現するのがプロだと言われるでしょう。そんなアンビバレンツな感情が見え隠れすると泣けてきます。いろんな業界、見えない力が、はびこっています。いわゆる要は金だろうです。私は書道をたしなんでいますが、所属団体は幸いにも業界の中ではガラパゴス化しており、庶民的な位置にいるようです。今日も自分の耳に心を傾けながら新しいものへ挑もうと思います。まあ本当そうね。次、生茶パンダさん。しっかりしたハーモニー、一音も外さない音程、子供の頃リアルタイムで聞いていました。帰り子の青春、中西玲さんが作詞されていますが、これは絶対お二人からのメッセージを受け止めて書き上げた歌詞ですよね。結婚するとき、離婚したとき、病気になったとき、ずっと一緒にいたと姉妹が一人先に亡くなったとき、どんな気持ちでいたのかと思うと胸が痛いです。お二人に近しい方々も一人二人と亡くなられて、今となっては晩年のお二人の生活を知ることができず残念です。 NHK の歌番組でザ・ピーナッツを歌い継ぐという形で、ある歌手がウナセラ・ディ・東京を歌ってました。物悲しい曲ですね。謎めいた部分が多い分、余計いろいろなことが知りたくなります。はい、まあ、今日はここまでにしましょう。まあ本当にそうですね。
結婚するとき、離婚したとき、病気になったとき、ずっと一緒にいた姉妹が一人先に亡くなったとき、どんな気持ちでいたのかと思うと胸が痛い。自分たちで決めたことだからね、納得してますって言うけど、自分たちで決めたことだから納得するわけではないよね、人は。ということで、今週もいろんなお便りありがとうございました。また来週もやりますが、ね、毎日書いてくださっていることは本当にありがたいことだし、まあそれは一つの応援でもあるし、やっぱり自分で書いてるうちに整理できるってこともあると思うしね、深く立ち入ったり深く立ち入らなかったり、それぞれの中でね、皆さんの人生をより面白おかしく生きるようにしてください。それではまた今週も通常通りのラジオをやりますので、ぜひ聞いてください。それでは。